アショウ酸イオンの構造式。アショウ酸イオンの空間重点モデル。アショウ酸イオンの共鳴構造。アショウ酸塩は、アショウ酸イオンの二体を持つ塩である。英語のナイトライトは、アショウ酸塩、アショウ酸イオン、アショウ酸エステルのいずれか刺す。アショウ酸イオンは錯体を形成する場合にアンビデントな配位こして働き、窒素原子で配位する場合は、ニトロ。 酸素原子で配位する場合は、ニトリトと呼ばれる。代表的なアショウ酸塩にアショウ酸ナトリウムやアショウ酸カリウムがある。アルカリ金属及びアルカリドルイ金属のアショウ酸塩は、1酸化窒素と2酸化窒素の混合物に対応する金属の水酸化物を反応させることによって合成することができる。また、対応する硝酸塩の熱分解でも合成できる。 この他のアショウ酸塩は対応する硝酸塩の還元によって合成できる。低酸素条件下では、アショウ酸塩は血管拡張作用を持つ一酸化窒素を有利する。アショウ酸塩の一酸化窒素への変換のメカニズムは、キサンチンオキシドレダクターゼ、ミトコンドリア、そして一酸化窒素シンターゼによる高素的還元によって表現される。 多くのバクテリアはアショウ酸塩を一酸化窒素、またはアンモニアに還元することができる。アショウ酸塩とショウ酸塩は、体内摂取後や調理によりアミノ酸と反応して、ニトロソアミンを生成する。ニトロソアミンは、風の E アークにより、おそらく人間での発現性があるプロバブリー、カーシナジェニック2ヒューマンズに分類されている。アショウ酸塩は、ハムや、 ソーセージなどの保存食のボツリヌス症の予防のため、菌の画法の発芽を防ぐ目的で今でも添加されている。硝酸塩は野菜などに自然に含まれ、摂取後に体内で亜硝酸塩へと変化する。特に肥料を必要以上に与えられると、多くの硝酸塩を蓄積する。その亜硝酸塩である、亜硝酸ナトリウムに関して、過去に毒性の問題があるとされていたが、 アショウ酸塩とタンパク質に含まれるアミン類が反応した時にニトロソアミン体となり発言性が高いと指摘されている物質へと変化する。アミン類も食品にも存在するものであり、同時摂取は注意を喚起されている。アショウ酸イオンがヘモグロビンの二化鉄を酸化に酸化し、酸素運搬機能がないメトヘモグロビンを生成し、メトヘモグロビン血症の原因となる。 植物は空気中の窒素を直接根から吸収して利用できないため窒素固定菌がいない環境では生育できない。これを補うため窒素肥料の中には硝酸体窒素が大量に含まれている。硝酸体窒素を含む肥料が大量に摂取された結果ミネラルウォーターとして市販されているものも含む地下水が硝酸体窒素に汚染されたり葉物野菜の中に 大量の硝酸体窒素が残留するといった環境問題が起こっている。人間を含む動物が硝酸体窒素を大量に摂取すると体内で腸内細菌により亜硝酸体窒素に還元され、これが体内に吸収されて血液中のヘモグロビンを酸化してメトヘモグロビンを生成してメトヘモグロビン血症などの酸素欠乏症を引き起こす可能性がある上、 二級アミンと結合して、発がん性物質のニトロソアミンを生じる問題が指摘されている。水質基準等にアショウ酸体窒素の項目が設けられることがある。ただし、地域により、アショウ酸需要ン酸地化アショウ酸体窒素ン酸地化による違いがある。換酸式は、アショウ酸体窒素濃度イコールアショウ酸需要濃度14、46である。世界保健機関のガイドラインや、 EU などではアショウ酸塩換酸地を採用する。日本やアメリカ合衆国、シンガポールなどではアショウ酸体窒素換酸値を採用する。ありがとうございます。